マツダは13日3月にスイスで開幕するジュネーブモーターショー12において CX-5 の欧州仕様を初公開すると発表した。すでに日米市場で発表された CX-5。欧州市場では ディーゼルエンジンの人気が高いことから、マツダはスカイアクティブ D2.2 と名付けられた新型ディーゼルをジュネーブで全面に押し出す戦略だ。スカイアクティブ D2.2 は世界初の画期的ディーゼル。それは、尿素 SCR や d ィ NOX ・ NO トラップ触媒などの高価な NOX5 処理装置を使用せず、日本のポスト新長期規制や欧州のユーロ6などの排出ガス規制を満たすクリーンディーゼルという点だ。またスカイアクティブ D2.2 では燃料噴射や排気バルブの開閉方法を工夫。 当機の指導性や安定性など低圧縮比エンジンの問題点を解決し自動車用量産ディーゼルエンジンとして世界一低い14.0の圧縮比を実現する。欧州仕様のハイライトがその高い環境性能だ。 スカイアクティブ D2.2 を搭載する CX-5 は最大出力 150PS の FF 仕様の場合、欧州複合モード燃費 21.74km リットル CO2 排出量 119gkm。マツダは競合する11社の平均 CO2 排出量は 147gkm。Km CX-5 の CO2 排出量は劇的に低いレベルと説明し、